ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、アドルフ・ヒトラーがベルリンの地下壕で命を絶ち、ナチスが崩壊した後に残された、ナチス高官の家族たちの末路を紹介しよう。ナチス高官の家族、確かにどういう戦後を過ごしたのか気になるわね。ヒトラーが健在な時には、ファーストレディや、王女、ともてはやされた者もいたが、戦後は苦境に立たされることになるぜ。ナチスのお偉いさんの家族なら散々うまい汁を吸ってきた分、恨まれるのは仕方ないかも。寂しく命を落とす者や数奇な人生を送る者など、一筋縄ではいかないしくじりの末路だ。それでは行くぜ。最初はヒトラーの義理の妹だ。ヒトラーの義理の妹って？ヒトラーがベルリンの地下壕で結婚式を挙げた恋人、エヴァ・ブラウンの妹、グレーテル・ブラウンのことだぜ。地下壕ってことは、ベルリンが陥落する時の話ね。そうだな。ヒトラーが過ごした最後の日々については別の動画があるから、興味がある人は概要欄からチェックしてみてくれ。わかったわ。さて、エヴァもヒトラーと共に地下壕で最後を迎えるわけだが、二人は命を落とす前日に結婚して夫婦となり、グレーテルはヒトラーの義理の妹となった。彼女は戦争が終わってからも生きていたぜ。じゃあ一緒に地下壕には行かなかったのね。そういうことだ。そもそもグレーテルは、その前からヒトラーを取り巻く重要なメンバーの一人だった。1944年に彼女は結婚するんだが、その相手はナチス親衛隊の連絡将校だったヘルマン・フェーゲラインだったぜ。実質的にヒトラーの親戚みたいなものだったわけね。そういうことだな。彼らの結婚式は、ハインリッヒ・ヒムラーとマルティン・ボルマンが立ち会人を務めたんだ。ちなみにこの日は、ノルマンディ上陸作戦のわずか3日前のことだったぜ。グレーテルもナチス崩壊の前に式を挙げていたのね。そして1945年1月になると、姉のエヴァに同行して爆撃で荒廃したベルリンを訪ねているんだ。何をしに行ったの？ヒトラーの側近だった夫のフェーゲラインに会いに行ったんだぜ。その後二人は一度ベルリンを離れるが、結局エヴァだけが一人でベルリンへと向かい、さっきも言った通り生きて出られないことを知りながら、総統と共に地下壕に入ることになる。グレーテルの旦那さんも地下壕に入ったの？ああ、入ったぜ。もしかしたらグレーテルも入る意思があったのかもしれないが、当時妊娠していたのもあって断念したんだよ。そうだったのね。じゃあフェーゲラインはかなりヒトラーに信頼される立場だったってことね。いや、実はここでとんでもない問題が起きたんだ。どういうこと？連合軍の攻撃が最高潮に達する頃、なんとフェーゲラインが地下壕から脱走してしまったんだ。やっぱり命が惜しくなったのかしら。さあ、本心はわからないが、スウェーデンかスイスへ高飛びするつもりでいたらしい。まあ、結局すぐに捕まって地下壕で処刑されてしまったんだけどな。あちゃー、ヒトラーからすれば奥さんの義理の弟なのに、ボルマンにそそのかされたって話もあるが、実際のところはどうだったんだろうな。ともかくエヴァが除名を嘆願したにもかかわらず、フェーゲラインは1945年4月29日の早朝、国会議事堂の庭で処刑されてしまったんだぜ。グレーテルはどう思ったのかしら。話を戻すと、グレーテルがツェルアムゼイで女の子を出産したのは1945年5月5日。ヒトラーとエヴァが命を絶った1週間後のことだった。その子はエヴァと名付けられたぜ。今は亡き姉妹の名前をもらったのね。ちなみにグレーテルが持つ写真アルバムや宝石類、アマチュア映画の映像、そしてヒトラーとエヴァ・ブラウンの間で書かれたものを含む多くの手紙や、多くの思い出の品といった貴重なナチス関係の資料は、旧親衛隊騎兵師団の司令部があったフィッシュホルン城に隠されていたんだが、あることがきっかけで西側へ流出することになる。何があったの？終戦直後グレーテルはドイツ人難民と友達になるが、その難民の頼みで貴重な資料の隠し場所を教えてしまったんだよ。どうしてただの難民が貴重な資料を欲しがったのかしら？実はただの難民なんかじゃなくて、米国諜報部隊のエージェントだったんだぜ。こうして資料はすべて押収され、ワシントン DC に送られてしまうんだ。そのうち一部は消失して、一部は未だに公開されていないんだよ。ヒトラーとエヴァの手紙、かなり重要な真実が隠されている気がするわね。そんなグレーテルは1954年にミュンヘンで、ビジネスマンのクルト・ベルリンゴフと再婚する。二人の間に子供はできなかったぜ。グレーテルは一般人として生きていったのね。晩年になるとアルツハイマー病を患い、1987年10月に72歳で、バイエルン州シュタインガーデンの町で逝去しているぜ。二人の子供はどうなったの？娘のエヴァ・フェーゲラインは、1971年6月に婚約者が自動車事故で亡くなると、残念ながら26歳で自ら命を絶ってしまったんだよ。なんだか暗い気持ちになっちゃうわ。さて、少し時間を戻すが、
グレーテル・ブラウンの結婚式には、ヒトラーの重要な側近が二人立会人を務めていたんだ。誰だったかしら？その二人というのは、ハインリッヒ・ヒムラーと、マルティン・ボルマンだぜ。どちらの家族も興味深いんだが、まずはヒムラーの方からだ。わかったわ。ヒムラーはもともと内気で潔癖な男だったそうだが、1927年に将来妻となるマルガレーテと出会う。二人が結婚するのは1928年7月のことで、翌年には一人娘のグドルーンが生まれているぜ。子供は一人だけだったの？ヒムラーはとても忙しかったせいで妻と過ごす時間はほとんどなく、どちらかというと娘のグドルーンとよく一緒にいて、多くの国家行事や公式訪問の際に同行していたらしい。娘を連れて行事に出席していたのね。だが、その中にはブッケンバルト強制収容所への訪問というのもあったんだぜ。教育に悪すぎるわよ。さて、そんなヒムラーはある若い女性と恋に落ちる。真面目な男かと思ったら不倫ってマジ？1938年に秘書の一人、ヘドウィグ・ポットハストという12歳年下の女性に夢中になって恋をする。ヒムラーは離婚してポットハストと結婚しようと考えるが、結局諦めたんだ。何か理由があったの？ヒムラーは親衛隊のボスだったんだが、普段から部下たちに道徳を説いていたらしい。そのため自ら逆らうようなことをするのだけは、どうしても我慢ならなかったんだろうな。有言実行でいたかったってこと？そもそも不倫しなきゃいいのに。ともかくそんなわけで、ポットハストはヒムラーの長年の愛人となる。二人はメクレンブルクで一緒に暮らしただけでなく、ポットハストは二人の子供を産んでいるぜ。明言してないだけで再婚してるのと一緒よね。ちなみに子供たちの名前は1942年に生まれたヘルゲと、1944年7月20日に生まれたナネッテ・ドロテアだ。ナネッテ・ドロテアの方は、有名なヒトラー暗殺未遂事件の当日に生まれたんだぜ。この事件については別の動画で解説したから、気になる人は概要欄からチェックしてくれ。了解よ。さて、戦争末期になると妻マルガレーテと娘のグドルーンは、連合軍侵攻の直前に逃げ出してイタリアのボルツァーノにたどり着くが、そこで逮捕されてしまうんだ。やっぱり側近の家族としては逃亡するしかなかったのね。二人はイタリア、フランス、ドイツの収容所に一時収容された後、裁判で証言するために連行されたんだ。この経験から娘のグドルーンは、生涯にわたって父ヒムラーを擁護するようになるぜ。かなり嫌な目にもあったんでしょうね。おそらくな。1946年11月に釈放されたマルガレーテは、一旦は戦犯として最低レベルとされ、夫の犯罪に対する責任を問われないことになったが、後に再びナチス体制の受益者として罪に問われてしまうんだ。奥さんも罰を受けたの？30日間の懲罰労働を課されて、その後は年金受給権と選挙権を失ってしまったんだ。妹と養子と共に平原の小さなアパートで暮らし、晩年にはミュンヘンで娘のグドルーンと共に生活できるようになるが、1967年に73歳で亡くなってしまったぜ。貧しい暮らしをするしかなかったのね。だが、娘のグドルーンの方はある意味有名人として生きたんだ。有名人って？戦後の西ドイツで有名なネオナチ支持者になって、右派の人々にとっての、ナチスの王女、になったんだ。ネオナチって言われるといいイメージはないけど、彼女にとっては敗戦当時の経験が関係していたのかもしれないわね。思うところがあったんだろうな。後に作家でジャーナリストのウォルフ・ディーター・ブルビッツと結婚して、二人の子供を設けるが、ブルビッツはドイツの右翼政党に深く関わっていて、グドルーンも元ナチ党員や親衛隊将校を支援する組織、静かなる援助の一員として、リヨンの虐殺者こと、クラウス・バルビーや、ブッケンバルトの処刑人こと、マーティン・ゾマーなどの戦犯を助けたんだ。やっぱり有名なヒムラーの娘だから特別扱いだったのかしら。ネオナチのコミュニティではかなり尊敬されていたようだな。そんなグドルーン・ブルビッツは2018年5月、ミュンヘンの自宅で88歳で逝去する。ヒムラーの愛人、ヘドウィグ・ポットハストは1994年9月、バーデン・バーデンで82歳で逝去。息子ヘルゲは生涯健康に恵まれず母親と一緒に暮らしていたが、娘の方は医者になって、現在でも北ドイツで生きていると考えられているんだぜ。奥さんと愛人で対照的な人生を歩んだのね。続いてもう一人の重要人物、マルティン・ボルマンの家族についてだ。彼もまたヒムラーと同じく、ナチス指導部が支持していた正しい家族像に反する生活だったと言えるだろうな。まさかこっちも不倫？残念ながらそうだぜ。偽善者極まりないわね。ボルマンは19歳のゲルダ・ブックと結婚するが、結婚式の立会人を務めたのはヒトラー・トルドルフ・ヘスだったんだ。割と内輪で結婚してるのね。そして13年の間に10人もの子供が生まれているぜ。
その中の多くは、名付け親にちなんで名付けられているんだ。名付け親といえば日本人には馴染みがないあれね。例えば長男のマルティン・アドルフ・ボルマンは、アドルフ・ヒトラーに、ルドルフ・ボルマンは、ルドルフ・ヘスにちなんで名付けられた。ハインリヒ・ボルマンは、ハインリヒ・ヒムラーに、エヴァ・ボルマンは、もちろんヒトラーの恋人、エヴァにちなんで名付けられたんだぜ。ナチスの重要人物大集合だわ。ボルマンは常に不倫を繰り返す男だったが、ナチスに忠実な妻ゲルダは、夫がヒトラーのためにもっと子孫を残すことができるように、並行結婚を支持して、夫の不倫を容認し続けていたんだ。並行結婚、ちょっと何言ってるかわからないわよ。そうだよな。ちなみに愛人の一人として知られるのは、女優のマンヤ・ベイレンスで、二人の間に子供はできなかった。戦争末期にボルマンは最後までベルリンの地下壕でヒトラーと共にいたが、1945年5月初旬に地下壕からの脱出を試みた際に行方不明になっているぜ。謎めいているわね。妻ゲルダと子供たちは、イタリアのボルツァーの近くの山村、ボルケンシュタインに避難するが、逮捕され米軍に尋問されてしまう。だが、後にゲルダは子宮癌であることが発覚し、1946年4月に37歳で病院で亡くなってしまったんだ。子供がたくさんいるのに大丈夫だったのかしら。子供たちはカトリックの司祭に養子に出されていて、長男マルティン・アドルフは後にローマカトリックの司祭になっているぞ。ちなみにボルマンの子供のうち、6人が今も存命だという話だぜ。一体どこで何をしているんでしょうね。さて、戦争終結前に失脚したナチス高官として、ヨアヒム・フォン・リッペントロップ外相がいる。他の幹部たちからあまり好かれていなかった彼だが、戦争末期にはハンブルクに避難して家族を見捨て、1945年6月14日に若い女性とみすぼらしいアパートにいるところを逮捕され、ニュルンベルク裁判で死刑判決を受けて絞首刑に処せられたんだ。それで家族はどうなったの？リッペントロップは騎兵将校だった1920年に、アンナ・ヘンケルと結婚して5人の子供を設けていたが、彼女も逮捕され、収容所に収容されてしまったんだ。そしてアンナは1973年に77歳で、そして長男のルドルフは2019年に98歳で逝去しているぜ。98歳ってめちゃくちゃ長生きね。リッペントロップ家は長寿の家系だったようで、現在でも子供のうち3人が存命しているそうだ。その中にはアドルフという名前の子もいるんだぜ。アドルフって言うともしかして名付け親は？もちろんあの男だな。ところで、実は第二次世界大戦中に最も有名だったナチス高官の妻といえば、ヒムラーの妻でもボルマンの妻でも、もちろんヒトラーの妻でもなくて、これから紹介する人物の妻だったんだ。それだけのビップ連中の奥さんでもないなら一体誰なのかしら？ヒトラーが指名した副総統兼後継者だった、ヘルマン・ゲーリングの2番目の妻、エミー・ゲーリングなんだぜ。ヘルマン・ゲーリング？ああ、ドイツ空軍総司令官で、軍での最終階級は最高位の、国家元帥、だった男だな。その再婚相手がエミー・ゲーリングなのね。そうだな。エミーはワイマールの女優だった女性だ。ゲーリングは一人目の奥さんとは離婚してたってこと？いや、最初の妻のカーリンは1931年10月、43歳の誕生日直前に心不全で亡くなっているんだよ。1935年にベルリンで豪華な結婚式を挙げ、3年後にはエッタと名付けられた娘が生まれているぜ。ちなみに、名前はムッソリーニの娘。エッタチャーの伯爵夫人にちなんで名付けられたんだ。ムッソリーニの娘って意外な人が出てきたわね。エミーと伯爵夫人は親友だったんだよ。そんなエミーだが、すぐに、第三帝国のファーストレディー、と呼ばれるようになる。ナチスのファーストレディーならエヴァ・ブラウンってことにはならなかったのね。まあヒトラーとエヴァは内縁関係みたいなものだったから、表立って呼ぶわけにはいかなかったんだろう。しかもエミーはエヴァのことを見下していて、軽蔑的に扱っていたという話もあるんだ。そうなのね。その圧力があまりにもひどくなったことでヒトラーが介入し、ゲーリングに対して妻にエヴァを尊重させるよう命じたと言われているぜ。ちなみにゲーリング夫妻はボルマンの敷地のすぐ裏に豪邸を構えていたが、これは彼の持つたくさんの家や城の一つでしかなく、その内装はユダヤ人コレクターやパリの美術館から略奪した美術品など、最高級の品々で飾られていたらしい。略奪品で贅沢してたって言われてもねー。とにかくエミーは豪勢に暮らしていて、娘のエッタも王女のように扱われていたんだ。ゲーリングは一人娘のエッタを溺愛していたし、他のナチ指導者とは違って愛人を作らなかったぜ。そこだけは褒めてあげてもいいわ。戦争の後半になるとゲーリングは徐々に失脚していくんだが、最終的に反落の疑いで逮捕されるんだ。ヒトラーの命令で軟禁されたゲーリングは敗戦とともに米軍に拘束され、
戦争犯罪容疑者として正式に逮捕されたぜ。ナチス残党の中でもかなりの大物だわ。ゲーリングはニュルンベルク裁判の主要被告になるが、絞首刑の前日に青酸カリのカプセルを飲んで命を絶ったんだ。エミーは党員であったとして有罪判決を受け、1年の禁錮刑を言い渡され、残りの財産の 30% を没収される。娘のエッダは成長するとミュンヘン大学で法律を学び、1973年に母親が亡くなるまで世話をして暮らしたんだ。普通にいい子。母が亡くなると、エッダはドイツ人ジャーナリストのゲルト・ハイデマンと恋に落ちるが、実はこのハイデマンはある方面で有名な人物なんだ。どういうこと？1970年代に悪名高い、ヒトラーの日記を発見した人物なんだぜ。ヒトラーの日記って、ヒトラーがこっそり書いてたってことかしら？いや、何者入りで出版されたこの日記なんだが、実は偽物だってことが後に判明したんだよ。よくそんなヤバいこと考えたわね。もちろんハイデマンがやったわけじゃないんだけどな。話を戻すと、エッダは5年間彼と関係を持っていたんだ。また、彼女は父の広大な財産の収容に関して、州政府に保証を求める嘆願書を提出しているぜ。残念ながら保証はされなかったけどな。まあ仕方ないわね。そんなわけで父を擁護し続けたエッダだが、2018年に亡くなってミュンヘンに埋葬されたんだ。去年80歳で、偶然にもヒムラーの娘グドルーンと同じ年に亡くなったんだぜ。どっちも数奇な人生と言わざるを得ないわね。ちなみに、アウシュビッツ強制収容所所長のルドルフ・ヘスの末路についての動画もあるから、興味がある人は概要欄からチェックしてみてくれ。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。メンバーシップ始めました。月額190円からで限定動画を見れるぜ。詳しくは説明欄を見てね。